はい、皆さん、こんばんにちは、アポロンです。今回も邦楽機動隊プレイしていきたいと思います。3面ですね。はい。主に海外に輸出されているマイクロ、はい、実は今回のミッション一度クリアして録画もしてたんですけど、まあ、うまく撮れなかったということで撮り直しています。なのでもうある程度サクサク進めるかなと思います。今回は了解、宿題のやり直しか。ウワと武器に強い、そしてマイクロマシンは、うん、何と戦ってるのかですよね。これなんかマフィア的な存在がいるのか、他の外国政府の手が入っているのかって感じなんですかね、これは。ジェームスン型って何？おそらくそこに不破本人の擬態があると考えていいだろう。調査は倉庫に向かい、擬態とかすごい世界ですよね。相当科学が発達してるんだと思いますが、うん、このステルス迷彩みたいなのを使えるんですよね。実際のプレイの時はなんか使えないんですけど。こうし怪我多くちゃ光学迷彩は意味ないわね。こちら草薙、これより任務を遂行する。野暮用が済んだら迎えに行ってやるよ。あらそう、期待しないで待ってるわ。うん、こいつらが連携することあるのかな。倉庫内にあるフワタケルの遺留品を確認するんだ。了解。うん、あそこいるな。これがそこいて、このロボットを壊していくと。動いてる。その倉庫は不当管理所が個人向けに貸し出してるもので、俗に言う副業というやつだ。訳ありの連中の、こっちもいるかな。有名なところさ、左右にいるんだよ。抑えてもスイスロにたどり着かない。県警も無駄なことはしてないよ。見えた見えた。まあ、こんな感じで敵を倒していって、こっちかな。お近すぎだった。おお、こいつは強いんだよな。なんだろう、黄色いヘルメットというかボスみたいなやつ。まだ結構いるな。あー、あっち側か。いるかな。いないな。あれ、これか。あ、ロボットは一体だけか。じゃあこれでコンピューター操作して、なんかこんな変なこのロボットを動かせるとこのロボットは何なのかはちょっとよくわからないんですけど、まあ、こいつを使ってなんだろうか、こうダクトに入ってドアを開けるのかな。うん、このゲーム本当にね、なんだろう、攻略サイト見ないと訳がわからないんですよね。原作ファンだったらわかるのかな。普通にいるんですけど、まあなんかバレないと。倉庫内のドアロックはその契約時に不安が残した個人認証を探せば荷物の入ったコンテナが、不安が残したなんか異物というか、あ、お疲れさんです探してるって感じなんですかね。
どこが開いてた？これか。で、敵がいるからって感じ。トムサです。新浜大学の捜査を開始します。殺人事件とあったよ。おお、外しまくってる。そういうのやめてくれない？うん、こいつですね。で、何回だったっけ？ロボットはいないか。こっちにいる。うん、高そうなロボットを破壊していって。バレてるバレてる。おお、バレてる。うわ、あそこ当たるのか。うん、でどこだ、これか。伝聞って何なんだろうな。開いたのか。あ、下が開きましたよと。降りて大丈夫かなって聞いなかったっけ。あ、登っちゃった。うん、いきなり直降りはなんか怖いな。うん、で、ここのドアを開けて、不安の在籍時の記録ですが、意味消失しています。意味消失された可能性があるな。記録をこっちに転送してくれ。解析してみる。ごま、お前たちには他にやることがあるだろう。誰だ石川って。こっちなんか開いてるか。あ、回復か。おお、いたいた。あれ、硬かったな。あ、まだいる。ここは開かないと。ここは？先ほどの認証だが、不破の伝聞と型が一致した。うん？あ、ほっか。こちらパズ。総合方面に向かう複数の車両を確認。不当で確認された連中と同じタイプの擬態が中にいた。擬態って何なんだろうな。できるだけ足止めしてみるが、倉庫内まではカバーしきれない。オッケー、なんとかするわ。ん？敵いるか。これはここ登るんだったっけな。開かないな。ってことは登るのか。うん、トムサから送られてきた記録だが、ここか。外部から強引に消されたか。遺体内に残留している疑似伝聞がジェームスン型のものと一致した。不破本人に間違いない。記憶箱も調べてみる。伝聞って何なんだろうな。本当暗号化されてるわね。こっちで解析する。ボン、手伝ってくれ。いろいろキャラも出てくるんだけど、誰が誰やら。これで敵出てくるんだったっけ。敵来てるな。死んでないか。
なんだ急に。時間を確認した。遅れるな。俺はデートには遅刻しない。第二しぶとい。もしどこ行ったか。おお、そこにいたのか。そのまま東北に向かえ。これ遅れねえでくれた。おお、これどうするんだっけ。あ、仲間が来てくれるのか。東大、時間通りだろう。遅い。何か言った？何でもねえ。お、今回スムーズにいったらやっぱり一回やってたから。はい、ということで今回の動画はこれで終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。